はい、こちらがですね、今回出展いたします物流トラッカーという製品になります。こちらのトラッカーはですね、カゴ車ですとかパレットのような物流資材に取り付けて位置を測るようなところになってますので、非常にですね、低消費電力で、長く使えるようなそういう設計になっています。中にはセンサーが入っていてですね、我々のその技術を駆使して、つけたままで長年位置を把握できるようなそういうような工夫がされています。こちらはですね、我々のこのデバイス物流トラッカーとインターネットを使ったですね、位置情報のシステムと、それからそれが実際にどこにあるのかっていう可視化システムをですね、組み合わせて、実際に今付けられた物流の、資材ですね、こちらは今我々の関係会社のアルプス物流の折りたたみの可能な段積みラックというのについてるんですけど、その今実際どこにあるのかっていうのを、インターネットを使ってどこにあるのかっていうのをリアルタイムに表示できるような、どこに何個あるのかっていうのをカウントすることによって、また管理担当者の手間を大きく減らすことができるんじゃないかなというふうに考えています。